それは貴様がニーズヘッグに与えた目のおかげか？Has easy done in. なんてことなの。ニーズヘッグの残された目があなたのものだったなんて。
ハルドラスと騎士たちの唯一の誤算は、僧帽を奪われてなおニーズヘッグが生きていたということか。片目をニーズヘッグに与えることがあなたにとっての贖罪だったというのですか。終わることのなき戦いが始まると知りながら。 This man's unhinged in air。悲願だったニーズヘッグを仕留めたっていうのに、これほど気分が悪くなるとはな。あなたたちは怒りと恨みの化身と化したニーズヘッグを殺すことで戦いに終止符を打った。俺も生まれ故郷と家族をニーズヘッグに焼かれた。復讐のために槍を取り、恨みを晴らすために戦ってきた。ある意味、俺とニーズヘッグは似た者同士だ。攻めはしない。いや、攻める権利すらないのだ。私もまた、大義のためと言いながら、多くの罪なき人々に犠牲を強いた罪人なのだから。しかし、まだわからないことがある。ニーズヘッグの片目はフレースベルグのものだった。一方で俺の持つ目がニーズヘッグ本来のものなのも確かだ。では奴のもう一つの目はどこにある。さらに粒子戦争を永劫に続け、裏切りを行った人に対して終わらない攻め苦を与えようとしていたニーズヘッグが、コートを攻め決着をつけようとしていたのはなぜだ。アイメリクか。ああ、終わったぞ。ニーズヘッグは落ちた。何？コートが危ないだと？一体どういうことだ。わかった、すぐに戻る。なんとか持ちこたえてくれよ。コートで大規模な騒乱が発生した。詳しくは不明だが、仮想民の一部が異端者を招き入れたことに端を発しているようだ。バカな、私はそんな指示は出していないぞ。竜との戦争が終わろうとしているのに、今度は人同士が争いを続けようとしている。人は因果な生き物だな。戻るぞ、相棒。
待ってくれ。私も同行させてほしい。もう無益な殺し合いはごめんだ。コートに侵攻した同志たちは私が止めてみせる。ついてこい氷女、戦いの連鎖を今こそ止めるぞ。